僕らも初めびっくりでしたが、ね、こんなコロナの中でちょっと皆さんこんだけ集まっていただいて本当に感謝いたします。ありがとうございます。まあちょっと夏にも大会開催していろいろあったんですが、ちょっと僕も今回本当に時間をちょっと気合い入れてやってたんで、ちょっとさっき一人になった時こっそり泣いちゃいました。なんと2連覇です、ミニマトクラス。これもうね、歴史あるこの浅間で2連覇って相当なことですよね、皆さんね、どう思います？どうですか、2連覇のお気持ちは？いや、めっちゃ嬉しいです。そりゃそうですよね、2連覇ってなかなかできますよね。はい、今回ミニマトクラスも結構大接戦でしたけど、勝負の方どうでしたか？いや、めちゃめちゃ怖かったです。大門さん要注意されました。今拍手を、大きな拍手を。じゃあ撮影タイムでお願いします。絶景バンド148コンサートだ。いやー、絶景バンドだ。ちょっと第一ヒットはね、いろいろありましたが、今の勝った感想はどうでしょう？サンダークラスで全然、決勝にも残れなくて、でもクラシックでいい成績を収めれたんで、嬉しいです。ありがとうございます。おめでとう。いやー、ね、おめでとうございます。私たちのね、ミズリカップの浅間クラス、浅間ですね、一番、古い車両が集まるクラスで、まあね、あんだけ古い、ね、車両で果敢に攻めてたのも本当すごいと思います。じゃあ発表しましょう。優勝は、みんな、全然感動、141番ヤンマノンド。さらに4番ヤンマノンド、今日も大盛りでした。やっときました。どうなすか、やっどうなすか、まちゃん最高です。ありがとうございます。ちょっとね、もう早すぎでしたね。皆さん、もう無言でうなずいてらっしゃいますけど、と。それでは参りましょう。優勝は、ゼッケンバンド94番、よろしくどうぞ。ちょっと早すぎでした。ケンセイさんと4周目でバトったんで、すごい楽しかったです。1日になんと2個のトロフィーを持って帰る男を紹介しましょう。原口くん、どうぞ。ちょっとさすがとしかもう言いようがないですよ、これ。でもスタートすごい疲れたんで、なんとか余裕見て前を進めました。いや、おめでとうございます。去年はね、ちょっと浅間クラスで作ったんですけど、まあ正直大ボケしまして、ちょっとレギュレーションも僕と石垣でちょっとね、いろいろ考え直しまして、ちょっと熱くなるようなクラスに今後なっていけばいいかなと思って、ちょっとレギュレーションも考えさせてもらいました。なんでちょっと合う車両とかがあればまた皆さんご参加くださいという感じでございます。じゃあ発表しましょう。優勝は、絶景番号315、みささんどうぞ。やりましたね、さあさあ。いや、嬉しいです。初代ってことですごい嬉しいです。みんなからプレッシャーかけられてたんで。そうです、グリズリー頭 TT の初代です、ね、これもう歴史にバチッと刻まれてます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。おめでとうございます。皆様、お越しいただき本当にありがとうございました。本当、2人にどんどん気をつけて帰ってください。そこまでがね、今までがね、ベースってことで、バトンタイム、バトンタイム。また来年もここで開催できることを祈って、皆様、ありがとうございました。お楽しみに、ありがとうございました。